はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校3年生の理科、金星の見え方についてお送りします。で、今回がね、天体シリーズの最後の動画になります。で、最後を飾ってくれるのがこの金星です。テストでね、めっちゃ出てくる問題です。で、今回はね、こういう図を使って1番から15番までありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ここに関しては苦手な子がすごく多いとこなので、ちょっとね、見た感じ厳しそうだなって思う子は一度説明を聞いてもらえたらと思います。いいかな？ほんじゃ、早速ね、説明の方を始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。ではでは、あのね、ちょっとこの金星の本題に入る前に、2個前の動画、2個前ね、に月が主人公になってる月の満ち欠けっていう動画があったのね。で、その問題とこの金星の問題ってすごく似てるんだよ。似てて、ま、ごちゃごちゃになってわけわかんなくなっちゃうんだよね。なんでかっていうと、真ん中にあるものがあって、で、こう渦を巻いてて外に何かがあるっていうパターンが同じになってる。だからわけわかんなくなるんだけど、最初にね、押さえてほしいのが、金星の問題は太陽がここにあって、太陽の周りを金星が回ってる。で、外から地球が見てるんです。位置関係がね、太陽、月じゃねえや、金星へ地球なの。でも月の問題っていうのは、地球がここにあって、月が回ってて、で、太陽が外から当たってるんだよ。地球と太陽の、地球と太陽の位置が逆になってるので、そこごちゃごちゃしないようにね。まあ、解き方は似てるんだけどさ、いいかな。では、左の図でね、まず金星どんな形になるか3つ当てに行きます。まず EFJ だね。それぞれどのように見えるか。で、これに関しては月の時とすごく似てます。で、まずですね、 E から行くんですけど、太陽がここにあるでしょ。光が当たってるところをシャーペンでいいので塗ります。で、今こっちからこうやって当たってるので、 E に関してはこの辺の半分が光が当たってるね。後ろ側は当たってないからさ。で、それで地球がこっから見るじゃないですか。こうやってね、こっちから見るから、見えるところはこういう風に見えます。そうするとちょうど右半分だけ赤くなっているので、 E のところは金星が、よいしょ、右半分見える状態になります。で、同じようにね、 F もやっちゃうと、 F こう当たってるから、こんな感じで光が当たってるね。いい？で、地球から見るとですね、まあ、こう見るんで、こんな感じで見えるかな。ちょっと切りすぎたかな、まあいいか。そうするとちょっとね、図分かりにくいんですけど、これ右のちょっとしかもう塗られてないので、あの三日月みたいな感じで、右のちょっとこんな感じに F がなります。で、 J も先やっちゃうね。 J ここにいるので、こう当たると左半分が当たります。で、よく間違ってしまうのが、左半分だけ塗ってるじゃん。そうすると、あ、だからこれ左半分だけでよくねって感じがするんだけど、地球から見てるので、こう切るんじゃなくてこう切るんだよ、見てる角度からするとね。だから、そうすると結構左側いっぱい濡れてて、濡れてないのが右ちょっとしかない。だから、左半分じゃなくてもうちょっと太った状態、半分よりも多く見ることができます。声裏返って、ごめんね。いいかな。で、覚えるとき、ほとんどの問題が、金星の問題ってこうやって12個、時計の位置と同じ数だけ、こうやって書かれてます。書かれてないのもあるけどね。その時に、下から、いい、下を入れないで、1番目、2番目のところ、この E と I ね。ここが右半分と、こっちだったら左半分に見える位置になるので、そこ固定で覚えちゃってください。いいかな。で、まずこれがね、見え方になります。では、ちなみに B と HB、こことここを比べるとどっちの方が大きく見えるか、これはね、すごく簡単で H の方が大きく見えます。
なぜかっていうと、地球から近いから。ね。だって人っていうか、うちらにしてみたら、近いものの方が大きく見えるでしょ？こう見える握り拳より、みんなこう、こっちか。見えた方が大きく見えるでしょ？だから、近い方が大きく見えます。で、ここからすごく大事なんで覚えてください。ちょっと言葉多くなるけどね。また、B から F、つまり、ここです。左側にいる奴ら。こいつらのことを呼び方が決まってて、ひらがなでいいからね、宵の明るい星と書いて、宵の明星と言います。宵の明星です。こいつら全部のこと言うからね。で、こいつらは、ほにゃららの時に、ほにゃららの空に見えます。で、これどう考えるかっていうと、ね、毎回出てきますが、地球って反時計回りに自転してます。で、よくさ、問題解くときに、上下、右左のポジションで考えてって言ったじゃんか。でね、今、左側にいるこいつらは、ここの時で考えます。つまり、ここ、こうなってて、太陽がもろに当たってるここが昼間だから、昼間を過ぎたこっち側が夕暮れだね。いい？日が入るとき。で、なんて言うんだっけな、その夕方か、ごめん。夕方だね。夕方に、よいしょ。に、こっち側に見えるじゃんか。この、金星って。で、人がここにいたら、真ん前が絶対に南だからね。これはもうルールで決まってるので、南で、右側は西になります。だから、夕方、西の空に見える、こいつらを宵の明星っていう。で、逆に、H から L まで、つまり右側にいる奴ら、こいつら、のことを、ちょっと青出ないな。明けの、明星と言います。いい？で、こいつらいつ見えるかっていうと、右側にいるので、今度ここです。で、夕方、真夜中、こっち明け方だね。まあ、だから明けのって言うんだけど、明け方、ちょっと待ってね。明け方、こっち側に見える。左側に。で、さっきも言ったように、真ん前が南だから、左手は東の日と同じなんで、東の空に見える。これね、必ず固定で覚えてください。宵の明星は夕方西の空。もし忘れてしまったら、この図を書いて、こうやって思い出してね。自分で書いてね。で、明けの明星は明け方東の空に見えます。ただ、金星はですね、ほにゃららだから、ほにゃららには見れないんです。まず、いつ見れないか。これ、真夜中に見えないんです。で、理由の書き方はね、いろいろあると思うんだけど、絶対丸がもらえる理由の書き方は、金星は、ちょっと待って、長いんで、地球よりも、内側を、はい、入らない。公転しているから、です。あのね、さっき言ったように、真夜中ってここになるんすわ。こっち側にいたらさ、こっちの金星見えるわけないんだよ。こっちにいるから。で、それを書くときには、地球よりも内側、中を公転していると、真夜中絶対見えないんでね、こういう風に理由書いてください。で、最後ちょっとね、言葉を覚えてもらって終わります。そして、ほにゃららや金星のように地球よりも内側を公転する惑星。これは、水星です。結構前にやった、水、金、地、火、木、土、天、海の水、金だね。で、水と金は地球よりも内側を回ってて、それを内側の惑星だから、内惑星。そして、外、水、金、地、火、木とかだ、火星とか、木星、土星とか、まあ、その辺だね。を、外側を回ってるのを、そのまんま外の惑星なんで外惑星と言います。この言葉もね、おまけで覚えておいてください。大丈夫かな。では
今回は中学校3年生の理科、金星の見え方についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。そしてこの天体シリーズ、これで終わりになりますので、これね、シリーズ見ていただいた方、本当にありがとうございました。で、次回からはね、また違う単元始めていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。